こんにちは、速稼塾の久保です。今日もね、思い出を探しに行ってまいりました。今日はね、駄菓子屋さんですね。私が幼い頃使っていた駄菓子屋さん、そしてその隣にできたラーメン屋さん、これ今行っても更地なんですよ。でもね、思い出は消えないんですね。今日ちょっと現地に行って、いろいろと思い出しながらちょっと語ってみました。よろしかったらお付き合いください。それではどうぞ。こんにちは、速稼塾の久保です。今日の思い出迷子の時間は、ケンちゃんですね。駄菓子屋ケンちゃんとラーメンのケンちゃんですね。今ちょっとそこに見えていると思います。青い傘があるでしょ。でこっちの方に駐車場で車が何台か止まってるじゃないですか。ここ更地になる前は、数年前、多分ね10年ほど前だと思いますけども、建物が2つ建ってたんですよ。1つは40年ほど前からある、子供の店ケンちゃんっていうね、駄菓子屋さんですね。でもう1つはラーメンとか中華をやっている、ラーメンのケンちゃんっていうお店ですね。で両方ともホームページに跡形もないんで何ともならないんですけども、あ、ラーメンのケンちゃんちょびっとありましたね。電話番号付きで、もうすでに閉店してますって案内とともにありましたけども、ここにあったわけなんですよ。で私はね、ちょっと自宅からはちょっと距離があったんですけども、ここまで自転車でやってきて、なんかね、ガキンチョと一緒に、お友達と一緒にね、駄菓子を引いたりとか、なんですかね、カードアイドルのカード30円で引いたりとか、いろいろしたもんですね。こちらが子供の店ケンちゃん、駄菓子屋ケンちゃんですね。ちょっと赤で書きますね。まずね、ここに、赤、おばあちゃんがいて、で、ここカウンターですね。ここがカウンター。でこれ何かというと、これ椅子ですね。冬場はここにストーブが出てきたりします。でこの小さい空間で、おばあちゃんがね、切り盛りしてくださったんですね。小銭をやり取りしたりとか。で、店内の入り口ってのはここになります。この辺は自転車止めたりするスペースで、外にね、 UFO っていうパチンコ系のなんか駄菓子ゲームがあるんですよね。 UFO っていうのがあります。そう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 、こういうやつ、こういうやつで、店内に入ると大体カテゴライズされていて、まずね、このワゴンにはアイドルの生写真とかがあるんですよ。1枚30円ぐらいだったと思います。でここには飲料系のね、なんかありました。瓶の飲料は外に自販売機どっかあったと思うんですけども、瓶の飲料というよりもなんかビニールみたいなのに入ったやつですね。30円とか50円でコーラが入っていたりとか、アクエリアスが入ってたりするやつがあるんですけどね、ああいうのとか。でこれは10円20円の駄菓子がここにバーッとね、所狭しと並んでいたという形でございます。ここはね、ちょっと大人のコーナーで、400円500円のプラモデルとかグライダーの組み立て式とかね、これは中学生とか小学校の5、6年生向けのところかなと思います。でここはくじ付きの30円ぐらいのやつですね。これ結構人気だったりする、くじ付きのやつは。なんか当たると100円のものと取り替えられたりするんで、ここはまあ監視の目が行き届きやすいっていう意味なんですよね。ここのカウンターの真ん前にあったということでございます。こんなとこだったかな。跡形もなくってね。で駄菓子屋さんは、私が幼い頃からおばあちゃんがやってたんですけども、ラーメン屋さんもね、私が高校出たあたりかな、大学出たあたりに何回か使わせてもらったんですけども、その時もおじいちゃんがやってたんですよね。隣の駄菓子屋さんはやったりやんなかったりだったんで、今こうね、想像すると、お二人ともちょっとこうご高齢だったんでお亡くなりになったかなって気がしますね。それで更地にしちゃったのかなとかね、跡形もないです。でちなみに隣は新聞屋さんだった、集配所だったんですけども、今カフェになってますね。はい、これがね、ラーメンのケンちゃんの店舗のレイアウトですね。ちょっと分かりにくくてすいませんけども、何の資料もないのと、あと画像の1枚たりともインターネットに落ちてないんですよね。本当跡形もない状態なんで、私の記憶を頼りにちょっと申し上げていきます。赤で書きますね。ここがね、出入り口なんですよ。あ、すいません、ここが出入り口ね。赤で書こうと思った。ここが出入り口で、こちらがですね、冷蔵庫です。ビールとかコーラとかをこの中から取り出すようになっています。でカウンターがビューっとここにありまして、カウンター席がね、まあ、5つぐらいだったと思うんですよ、こういう風にね。で親父さんが1人でここにいて、コンロが何個かあって、これ寸胴がでっかいのがあったような気がします。基本的にはラーメンなんですよ。あとレバニラとかチャーハンとかもあるんですけどね、餃子とかも。でここは何かというと、これね、座敷なんですよ。
テーブルが真ん中にあって4人座れるようになってますね。これが2つあるということで、まあこう見えてもね10人以上収容できる、でも20人は無理みたいなね本当に小さなお店でございました。でここの隙間をぐーっと行くと、まあ、トイレがあるという形だったかなと思うんですよ。私の記憶はねこれが限界ですね。ちょっとあとは他に覚えてらっしゃる方にコメント書いていただくしかありません。はい、以上です。ということでね、むちゃくちゃ寂しいですよ。こうやって私の幼い頃とか10代の頃に過ごしたところがなくなるのはしょうがないですよね。だって私が幼い頃にもう結構なお年だったんで、あれから30年経ってね、まあなかなか商売っていうのは終わりが来るもんですよ。まあこんな環境ですね。だいたい車通りが多くって、そこはねコンビニだったこともあるんですよ。弁当屋さんだったりね、いろいろ商売買いしていろんな方がねやってますけど、でここはよくね幼い頃はそこドブーンと汚いんですけども、ガキンチョの頃はよく使ってねのしのしと歩いてましたよ。たまにカモがねそこ歩いてたりするんですよね。懐かしい、すごい懐かしいですけどもね。上の方は公園があって、ここは福山市青葉台っていうところらしいですけどもね。今日の思い出迷子は駄菓子屋ケンちゃんとラーメンのケンちゃん、亡くなってしまってもう跡形もないというところでございます。もしね駄菓子屋ケンちゃんとかラーメン屋ケンちゃんにゆかりのある方とか、その後どうなったのかご存知の方、もしくはお客さんとして利用したことあるよって方がいたら、交流をね持たせていただきたいと思いますんで、ご連絡いただければ幸いでございます。動画概要欄にメールアドレスが貼ってますんで、よろしくお願いします。懐かしさでねちょっと誰かとつながってみたいなと思う今日この頃でございます。それではよろしく、愛しゅう。